こんにちは、ルピナです、今日はルピナ塾で恵比寿に来てます。裏で恵比寿ビールの音楽が鳴って日も暮れてきて、なんか喉が渇いてきましたが、セミナーがありますので終わってからにしたいと思います。今日はそのミニセミナーもあって、いろんな人と、新しい人と話してるんですけども、たびたび聞くのが、いろんな人にいろんなこと言われて分かんなくなっちゃうっていう話なんですね。悩んでる時、迷ってる時って逆に人の話を聞いちゃダメです。むしろシャットアウトして自分とだけ向き合うようなことができたら、本当はそれが一番最高なんですけど、不安な時ってなんか不安だからこそ人の話をね、聞きたくなっちゃうんですよね。で、そうするとそのアドバイスも本当のその道のプロとかだったらいいんですけど、友達とか、まあ私もね、飲んでなんか喋って友達と話す時なんか無責任にわーわー言いたいこと言うし、そういうその自分の考えからいろんなこと皆さん良かれと思って言うんだけれども、それって聞けば聞くほど不安になっちゃうよっていう話なんですね。で、面白いもんで人って悩んでたりすると、おどおどしてたりする人を見るとね、なんかね、いろいろ言いたくなっちゃうんですよ。で、一人の人に寄ってたかって、いろんなことをいろんな角度からみんなちょっとずつ違うことを言われちゃったり言ったりするので、そうするともう本当に分かんなくなっちゃう、ますます。で、自分の本音もますます分かんなくなっちゃうので、不安になってる時は聞かない、人の話を聞かない。で、もし誰かとコミュニケーションを取るんであれば、今不安だから私の話をただ黙って聞いてちょうだい、アドバイスはいらないのよっていうふうに言って話をするといいかもしれないなと思います。なので基本的には、面白いもんでね、私もそうなんですけど、昔はなんか人にいろいろ言われた、そういう可愛い時期もあったんですけど、今はね、ほとんど誰も何も言ってこないんですよ。まあそれはこんな変な人で言うとおっかないからとか、まあいろんな理由があるかもしれないんですけど、まあ自分の声を聞いてるっていうこともあるし、その自分の考えに従おうと思って、まあ、堂々としてるとか、そういうこともあると思うので、まあ、よほどじゃないとなんか意見してくる人っていうのはいなくなりましたね。本当におど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 してた時は、いろんな人がいろんなこと言ってきて、もう本当に分かんなくなっちゃったっていう辛い時期もありましたので、おしゃべりしてみました。ではでは、じゃあセミナーに行ってきます。またお会いしましょう。